モデルプレスイコール2024年5月17日、2024年 K-POP 新人アーティストの日本デビューが続いている。ここでは、今年日本でのデビューを控える注目アーティストを紹介する。写真、日本デビューのボーイズグループがイケメン揃い、ゼロバセオネ、ゼロベースワン、ゼロバセオネ、ZB1 読み、ゼロベースワン、略称、ゼベワン、は、3月20日に、 ゆらゆら運命の花、デ日本デビュー。ボーイズグループデビュープロジェクト、ボーイズプラネットより誕生したグループで、韓国では2023年7月のデビューから2作連続でダブルミリオンを記録し、K-POP アーティスト史上初の快挙を達成した。テンペスト、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 は4月10日にミニアルバム、バン。デ日本デビューを果たした。2022年3月に韓国にてデビュー。 2022年デビューボーイズグループとしては最高の7万5000枚セールスを叩き出す。11月韓国サードアルバム、オンオンでは初動販売枚数のキャリア杯を達成し、様々な新人賞を受賞。2023年9月には韓国リリース曲、ブルームブルームで音楽番組2冠を獲得するなど躍進を続ける大型ルーキーだ。ルーン8、ルネート、ルーン8、 ルネートはエバーグリーンで6月19日に日本デビュー。日本人メンバータクマ、タクマが所属していることでも話題になった。2023年6月15日にミニアルバムコンティニュー。で2023年6月15日に韓国デビュー。2023アジアアーティストアワーズではフォーカスアワードを受賞し、2024年3月13日リリースのセカンドミニアルバム。 バフでは、リリースから1週間で113,159枚を売り上げるなど、大きな勢いを見せている。ニュージーンズ、ニュージーンズ、ニュージーンズ、ニュージーンズは5月24日に韓国。6月21日に日本でダブルシングルを発売し、日本デビュー。6月26日、27日には海外アーティスト史上最速となる東京ドームでのライブ開催も決定している。 2022年、デビュー曲、アテンション、と、ハイプボーイで、シンドローム、を起こし、続けて、ビット、OMG、スーパーシャイ、ETA など発表する曲ごとに、国内外のチャートを席巻したニュージーンズ。アメリカ、日本などの大型フェスにも出演し、国内外で活躍している。ボイネックストドア、ボイネクストドア、ボイネクストドア、ボイネクストドア、は7月10日に、 アンドで日本デビューを果たすことが決定している。2023年5月30日にファーストシングル、フー。でデビューすると、当時の2023年新人 K-POP グループデビューアルバム初動売上枚数1位を記録。同年9月にはファースト EPY を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャートビルボード200にチャートインを達成した。 リーゼ、ライズ、リーゼ、ライズは9月にオリジナルシングルでの日本デビューが決定している。2023年9月4日、初のシングルアルバム、ゲット・ア・ギターで正式デビュー後、1週間でアルバム販売量101万枚を突破しミリオンセラーを達成したリーゼ。国内外の主要音源チャートで2023年デビューグループの中で最も高い順位を記録し、 2023年度の受賞式ではデビュー4ヶ月で新人賞4冠を含む全6個の賞を獲得する快挙を成し遂げた。トリプル S、トリプル S、K-POP 女性グループ最多人数となる24人のメンバーで構成されているトリプル S、トリプル S は5月9日、日本デビューを発表。正式な日本デビュー日は追って発表される。トリプル S は韓国の芸能事務所、モダウス、 からデビューした他国籍ガールズグループ。グループ名の3つ S は、ソーシャル、社交、尊与、少女、ソウル、韓国の首都ソウル、を意味する。日本人メンバーは、ニコ、フチ、専属モデルとしても活動していたカエで、サバイバル番組ガールズプラネット999出身の琴とをはじめ、マユ、リンの4人が在籍している。モデルプレス編集部。